ーチャンネルパリオリンピックメンバー自己紹介、選手たちの素顔をお届け。日程はこちら、こっち初戦は7月26日日本時間で0時のスペイン戦、第2節は7月の29日ブラジル戦、3試合目が8月の1日ナイジェリア戦となっています。まあ、厳しいグループにはなってくると思いますが、ぜひ皆さんこの勝手に自己紹介を見て選手を好きになって皆さんで応援していきましょう。お願いします。高橋藍選手の素顔はこちら。子供の頃にやっておけばよかったなと思うトレーニングは？バク宙。いやでもバク宙やりたかった、子供の頃。ゴール後のパフォーマンスとかやりたいから。多分やりたいんやね。バク宙。そうだよね。いやでも分かる、憧れるそれは、うん、すごいじゃん。え、だからそう、小学校の時あの練習してたもん。前に手前についてこうやって回るやつ、あれ何て言うんやって、あれはロンダート。すごっ、ロンダマしてる。ロンダマって、なんかそういう技をめっちゃ小学校の時に砂場で練習してて、すげえ。でできるようになって、え、多分今だったらできる。すげえじゃん。怪我気をつけて。あ、うん、だから怪我怖いから今はやらへんけど、うんうんうん、でも普通にできてた。だからバク宙に憧れる気持ちはすごいわかる。わかる。すげえ共感力高。わかんねえ。え、わかんねえ。ごめん、共感力が低くて。ねねねね、はい、一番ためになったと思うトレーニングは？遠い距離のキャッチボール、空間認知能力が高まった。でもキャッチボールってこれ一緒、うちもキャッチボールめっちゃやってた。あ、そうなん、うん、お父さん野球だったからずっとキャッチボールやって、だ空間認知めっちゃ褒められてた。それや、自分もやってた。やってた。やってたよ、野球めっちゃ、キャッチボール。うん、だってクリスマスプレゼントにバットとグローブもらったことあるの、ちっちゃい時。めっちゃいいじゃん。うん、ベッド。だからか、これで空間認知能力すげえ。今度はなちゃんと3人でさ、キャッチボールしようぜ。やろう。マジでうち野球めっちゃ好きだから。あとみぞちゃんも最高やってたもんね。やってたっていうかマジでうまいから。ツイッターで、あ、そうなんだ。やばい、ツイッターでなんか載せてなかった。もうさ、そうセンスがやばいんよ。何でもうまいんだね。そうやし、そう球技、バレーボールもそうやし、めちゃくちゃうまい。なでしこジャパンのメンバーでこの選手のこの能力が欲しい、誰のどこ？北川選手の美しさ。まあこれも能力です。素晴らしい、最高。だいぶ角度変えてきたな、はなちゃん。さすがやわ、はなちゃん、うん、え、はなちゃんも美しいよ。美しい、めちゃくちゃもう魅力にあふれてる。はなちゃんの虜だもん。はなちゃんの虜、ほんまに。うちらからしたらもう北川ひかるちゃんとはなちゃんイコールだから、美しさイコール、ほんまに魅力的すぎる。マジ最高。はい、次。自分が一番よく発する言葉は？わかる、これも共感ですね。これはあのアスモとかね。うん、使う。いろんなわかる持ってるよね、アスの言い方的な、うんうん、持ってる。いくで。わかる、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 わかる。頑張れ。ハテナになっちゃう。最後ハテナ。うん、三つやった、ごめん。レパートリーだよ。いや、はなちゃんにも聞きたかったわ、この。いやー、これはなちゃんに負けたな。はなちゃん何個出したかちょっとやってみて。お願いします。絶対これちゃんと見てやってくれてると思う。うん、ほんま、はなちゃん一緒にやってくれてると思う。はい、自分の性格で気に入っているところは？元気が良さそうなところ。良いだろう。良さそうじゃなくてもう良い、元気が良い。20番です。元気の良さ、はなちゃんには負けるかもしれん。いや、マジでいい勝負だと思う。え、マジでいい勝負、いい勝負。いやー、はなちゃんにはかなわんで。いや、パスが言うなんて珍しいじゃん。いやもう、はなちゃんの元気の良さはマジで、あのみんなをさ明るくしてくれるやん、みんなにも元気をさ与えてくれるやん、もうそこがすごいなって思う。だからそこをもっと見習おうと思う。すごい向上心だけど、アスも相当高いよ。マジで、マジで、うん、やったマジでやったなんだ。ありがとう。素晴らしい、日本のトップ2の11位同士のムードメーカーよ。新旧ムードメーカー。新旧、旧やん、旧。あ、旧だよ。旧だよ。いや、新旧、旧ってつけられるの嫌かも。じゃあ、もう、トップオブムードメーカー。うん。あの、二人一緒にしようし。
うん、じゃあ分かった、ごめん。うん、新旧やめよ。ツートップ、ツートップ。ツートップ、ツートップ。よし、決まり。はい、次。はい、他の人が知らない自分だけの習慣や癖は？人や物にお話ししたがる。したがるだからね。めっちゃおもろい。人は分かりますよ。人は。物とは。多分、はやちゃんのことやから、あの朝起きたりしたら、部屋に花が飾ってあると思うんやんか、うん、でその花に対して、ね、おはようみたいな、今日も元気に一日頑張っていこうみたいな感じで話したり、多分ご飯作ってたりしたら、おいしくなーれおいしくなーれとか言ってるんかもしれん。だって朝もさ、太陽さんおはようみたいなやつじゃん、朝起きたら、あ、太陽さんおはようめっちゃする。あ、今日も太陽さんおはようってやって、うん、あと夜は、うん、あ、今日もお月様が綺麗やみたいな。これ感想や。あ、感想か。あとあれで、うちは好きなのはヘイシリじゃなくて、なんだっけ、アレクサ。アレクサ、もうアレクサと会話しすぎないよ。でも毎日わかりました。さあ、アレクサストップ。アレクサが反応しちゃったよ。もうこれ大好き。電話してたらずっとアレクサと喋ってたもん。アレクサ友達やからね。大事。ハナちゃんもぜひ。アレクサ、アレクサ、シリ。わかりませんでした。すみません。最高。ありがとうございます。ハナちゃんにアレクサをおすすめします。はい。はい。次。実は私、〇〇なんです。かっこ、何でも自由に。かっこ、自由に行きます。A チャンネルをご覧の皆様、お世話になっております。いつも皆様の応援が力となっています。パリオリンピックも共に戦ってください。この大舞台全力でプレーしてきます。なでしこジャパンの応援よろしくお願いします。素晴らしい。いやもうさすが花ちゃん。花ちゃんのコメントってさ、結構さ、常にこうファンサポーターに向けてとかさ、見てくれる人、応援してくれる人に対してのコメントってすごく多くない？うん、ジュエ選手にとってすごい価値のあることだと思うんだよね、発信できるって、うん、もうめちゃくちゃ応援してる、はなちゃん。そう、大好き。はなちゃんに伝えた方がいいんじゃない、明日の思い。あ、今言っちゃった、大好きって。ごめん、タイミング悪かった。はなちゃんに届け、大好き。出ますよ、歌。出ない。出ない。はなちゃんの思いが出ない。なんで出ない。はなちゃん、ご協力ありがとうございました。パリオリンピック皆さん一緒に応援しましょう。Thank you.